はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってるんですけど、いつもはね、結構受けループとか、まあ受け攻め両立とか、結構受けを主体とした構築をね、好きで使ってるんですけど、今日は環境トップロックの、アンドロス S 版カプレヒレミミッキュデッカグやポリゴン2をね、使ってきます。まあいわゆる、なんかこう、使用率高い順に無難に組んだ構築ではあるんですけど、個々のスペックがめちゃくちゃ高いんで、もう無難に強いです。で、これ基本的にでも相手のすべてを、鉄火具屋ではめれるんだけどな、これ。鉄火具屋をさ、どうこうできるのってドリューズぐらいじゃない？鉄火具屋、軸にしていいと思うけどな。ドヒドイでも身代わりで見れるから、鉄火具屋から入ってよくて、なんなら鉄火具屋行ってでも俺勝てるけどね。ただまあタイプ上通りがいいからカプレヒレは投げてもいいかな。ああ、ただな、挑発ないから、ドヒドを崩せないんだよね。そうなるとむしろ、崩せるのはランドロスなんじゃないかな。と、ラスト1体に、まあ、ミミッキュで誰でも勝てるかな。これで行きま。で、何から来るかな。いや、これはでもガチで、鉄火具屋で、いじめて完封ゲーミングなんだけどな。これ、僕のサブロムなんで、なんか、主人公はちょっと違ったりとかね、するんですけど、サブロムです。TN とかも違うんでね。これまず身代わりからでいいよね。これは余裕だぞ。悪いけど。これでひょいってして、宿り気巻いてるだけで。TOD で勝ちだからな。あー、毒ビシャンの偉いね。ミミッキュが毒っちゃうけど。ただ、こっからの、守りがループを相手は、阻止できないと思うけどね。こっち裏、ランドロスも毒ビシ関係ないから割と、楽だけど。まあ、宿り気刺していいね。外すね。毒ビシ連打。まあ、ミッキュは言うて動いても3ターン4ターン程度だから、まああんま関係ないっちゃ関係ないかな。鉄火具屋で残飯稼いで、これでもう TOD でさ、こっちが負けないからさ、安定コード取り続けて良くなるっていうのはさ、なんかさ、めちゃくちゃ、こんなんでいいのかって感じ。あ、本当は相手に受け駒もう一体いると、ドヒドとなんとかで、こう、無限ループで、TOD なければね、こっちが逆に枯らされちゃうんだけど、TOD が、そうなんか、有限なんだけど、はめ出したら強いポケモンがなんか強化してるみたいな、そういうノリを感じますよね。OK、身代わりは割れない。暇だし、エアスラでも打つか。これいつもドヒドイでこうやって僕いじめられる側だから、そういういじめられる側の陰キャの人間だからさ、いじめる側に回ったらめちゃくちゃ楽しいな。これであれなんだろうね、自分よりさらに陰キャだと思ったやつが、陰キャがさ、自分よりさらに陰キャだと思ったやつをさ、いじめて、こう、なんていうの、スクールカーストじゃないけどさ、ピラミッドみたいなのができるんだろうな、これ。こっから打つやつら世界一楽しいからな。いじめたい放題だけど。相手困ってない？はい、引いて。誰？あー、ルガルガン、どうぞ。これは身代わりが残ってるのがね、めちゃくちゃ。まあ、6ブラとか、でも、結局、鉄火具屋 B 高いから、あんま困んないんだよね。この宿り切れ。で、ダイジェット打った後も、打って、その後が強いっていうのが強いと思うんだよな、鉄火具屋。ダイジェットでさ、突っ込んだ後にさ、相手のダイマックスで切り返されるじゃん、普通は。それを、鉄火具屋早くなって、なんか、守りがとかで枯らして、さ、ダイジェットで S 上げてるからさ、宿みがループ続けれるとかさ、あとそもそもその耐久と、ね、身代わりでダイマックス枯らした後に、こっちの裏通してもいいわけだし、なんか、鉄火具屋で何回有利対面作れるかゲーミングみたいな、そういうノリはあるけどね。第6、ナックルじゃないんだ。ナックルで A 上げながら、こっちのダイマックス強制的に切らせて、みたいな。それでドヒド引いてネットを入れるとかな、そういうノリかなと思ったけど。それでも TOD 負けないからな。砂の時代になったけど、弾。
ヤドリギーレイのこれが楽しすぎるな。そういう意味では化身ボルトロスのいたずら心もちょっと強化されたよね。なんかマモミガで枯らせるターンが結構その枯らしてさ試合終了まで持ってけるから、なんか初手ダイマからボルトロスで TOD するみたいな、もうバカとしかバカとしかさその言いようがないさ、そういうあれだけど、あーこうナックルか、今のとこ身軽置けばよかったな、失敗したかもちょっと。これの2倍ぐらいの48倍ぐらいでしょ今ののダメージ。160とかかな次で入んの。160ぐらいは入りそう。身軽置けるか怪しいな。これでもダイマこっち切る必要ないでしょ。エアスラとか押し、まあ身軽残ったら美味しいから身軽押すか。今また身軽置くべきやった。あ、ナックル連打ならいいわ。それ一番安いやつだね。ああ、パワーあるけど、こっから鉄火具屋の回復性能舐めんなよ。相手絶対これ先ロック打ってさ、あ、やべ、削れねえからナックルにしなきゃって切り替えてきたでしょ。先にダメージ計算して、ナックルナックルナックルとかで、じゃないと押し切れないって、気づくべきだったね。はい、これで回復。今のとこロックをされてたらやばかった。でも言うて次守って、まあ、裏通せるからな、それでも。ダイマックスこっち残ってるわけだし。多分、そもそも相手ミミッキュも受かんないからね。これ守るでいいね。ヤドリギしてるとさ、事実上なんかグライオンのポイヒ発動してるようなノリだからさ、マモミがしてるとヒットポイント、なんならちょびちょび増えてくみたいなさ、じじっとしてるだけなのに回復してくのはエグいよな。これをやってる瞬間が今んとこ、なんかここ最近の人生で一番楽しいわ、これで。なんか、相手が困ってるの見てんのが。で、次身代わりで。で、ルガルガンはこれで自然消滅してもらいます。相手ここ引いても結局身代わりは残るし、残飯の回復もするから、困んないんだよね、全然。ドヒドイデに対しては上から身代わりで勝ちだから。やばい、これ言った通り、鉄火具が一体で、完封ゲーミングしてるわ。相手の人なんかこれを機にポケモンやめちゃったりしないかな、大丈夫かな。こんなクソポケモンいる環境、やってらんねえよ、このゲームやめるよとか言ってさ、やめそうじゃね。僕がこれやられたらやめるけどな、こんなゲーム。やってらんねえよっつって、スイッチぶっ壊しちゃうわ。やってらんないっしょ、だってこんなことされてさ。で、守って、ははは。おもれえ、ガチおもれえな。前、もう、降参をした方がいいよ。あ、引くんだ、ここで。一応、守るを読んだ感じかな。ガブリアス。ガーチョンプって言うんだ。かわいいな。ガーチョンプもでも、鉄火具屋の餌だけどね。悪いけど。ダイマックスしちゃうとね、ドヒドヒ出てくるときがうざいんだよね。ここ、宿り切れ。はい、エッジ、当てるね、結構。もう、でもこのゲーム終わりだろ。環境トップ6のさ、ねえ、陽キャポケモン使おうと思ったら、結局こういうことやりだしちゃうんだもん。終わったわ、マジで。でもこれでもやってる側はめちゃくちゃ楽しいからね、悪いけど。いやー、次、身代わり置きたいなー。守るじゃなくてさ、身代わり置いしちゃダメかなー。エッジ外れると思うんだけど、そろそろ。あ、言うて食らっても身代わり貼れるだけのヒットポイント残るな。これ守り読みで引くだろ、こいつしかも。引かない。しかも避けない。あ、余裕だけど。これ身代わりなんなら残るんじゃない？せっかくやってなんか、普通に、でもこっちの方の方が主流になりそうだけどね、こんだけ強いと。TOD と相性いいっていうのも強いしさ。そうなるとなんか、あれだよね。まあ、受けループ側は多分当然これを対策するから、これ一体で受けループ見るとかって、多分絶対勝てないけど、それでもなんか、多分数的有利取ってからこれやるだけでもいいわけだしさ。
守り読みで読まれても関係ないからね。いいよ、どんなに読んでこようがなんだろうがさ、知らねえんだわこっちは。じっとしてるだけで守ると身代わり一生して本当はなんかプレッシャーサンダーとかでこの守りが枯らされるとかって昔は困ったんだけど、まあ今でもそれはさすがに困るか。8回ずつしか打てないのはちょっと厄介だね。まあこれ安らでいいね。こいつ倒しちゃえばいいや。インファどうぞ。まあ守る挟んででもよかったけど、残飯の回復するし、まあ、いいわ、めんどくせえ。そんなそんなしなくても俺の勝ちだこの試合は。はいはいはい。でこれだとガブリアスに対しては何もしなくても勝ち。結局昔のポリゴン2がさ、なんかなんて、受け回しに対して数的有利取ったらポリ2で身代わりと再生で勝ちみたいなことやってたけど、それの物理版まあポリ2も HB にすれば物理それでやれるし、なんか結局その出来事の再生産だよな。トキサペックス出てきたけど、身代わりから入ります。降参でしょう、さすがに。まだ続けてくる、いいよ。でもね、これはね、やってて楽しいから、なんか遅延でふざけんなとか、なんか早く降参しろボケみたいな、まあ思わなくはないけど、でも全然いいよ。楽しんでるもん、このひとときをこの鉄火街とのひとときをね、楽しんでしまってるもん。宿り木入れて、まあ、普通に上手い人にはねこういうの通用しないけど、なんかでもこのルートで詰めれる筋があるっていうだけで、そのそれを常に意識して立ち回んなきゃいけないし、相手視点からするとな。まあ逆になんか受けとか使ってる人だとさ、一体数的有利取られたら鉄火街でこれではめられて終わる場合があるなって思わなきゃいけないし、なんかそう難しさがあるよね。一体捨ててみたいのがこう気軽にできないっていうかさ。ガーチョンプ出てきたけど、ガーチョンプもでもお前また外すやん。何回外せばさ、君さ気が済むわけ。ちょっと宿り押すけどエッジワンチャン耐えないかな、でっかくや。なんか身代わりワンチャン残る気がするんだけど、さっきのダメージ的に無理かな。アイヘは、やけくそだね、もう。これも割れないでしょ。ああ。な、多分、あれなんかネット一回入ってるから、アイヘで、命中安定でいけるかなとか思ってそうだけど。てっかくや、生半可だね、火力じゃ。身代わりさえ壊れないからね。これ暇だし、また安ら撃つか。ああ、もっかい身代わり。いや、身代わり壊れてから身代わり押してもいいよね、下からだけど。エアスラで。なんなら宿り木の方が PP なくなってきたけど。宿り木も増やしといた方がいいかな。オッケー、お疲れ。ちょ、次の試合絶対早く終わるから、もう一戦やります。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。相手、サマヨールいるけどさ、もうどうしようかな。これランドロス投げたいね。デジエルキーの一環考えると、ランドロスは欲しくて、ね、これ、レヒレランドロスとかって持ってきたいかな、割と。ファイヤーにレヒレそこそこ強く出れるから。で、レヒレね、スカーフなんで、受け回しにはあんま強くないんで、まあ、わかんない。受け攻めぐらいの感じだったら、受け駒にスカーフトリックして、裏通すみたいな動きもあるんだけど、まあ、こういう、まあでもその動きが一番強いかな。ただ、シンプルに、ダストシュート持ってるエースバーンに上から波乗りで倒せたり、ダストシュートってダイマックスするとザゴイ技になるから、ダイマックス多分基本的にしてこないんで、ダイマックスする意味があんまないからしないんだよね。だから、レヒレで殺せるかなと思って、スカーフにしてるんですけど、ファイヤーとかダイジェットされない限りは、後投げから間に合うからね。なぁ、初手ランドロスから入っていいかな。ダメかな。レヒレから入るか。で、ランドロス裏に置いて、引き先になるでしょ。で、ラスト、まあ詰めれるミミッキかエースバーンが欲しいんだけど、どっちがいいかな。まあでもミミッキュ通せるかな、こうだったら。まあエースバーンの助けよりはミミッキュの化けのカードが僕はどっちかっていうと信頼してるんだけど、まあ裏に置くミミッキュが結局
強いのはなんか変わんないよなっていう。いや、本当になんかね、化けの皮、いや、前から、剣盾始まってからさ、その禁止になるまでずっと強かったけどさ、なんか、なんていうの、強いよね、なんか、帰ってきて改めて思うけど。ね、これ瞑想とかなのかな、肩がわかんねえな。だ、瞑想の積み合いめちゃくちゃめんどくさい。餌こっちの方が、まあ、当然早いか。スカーフ持ってるわけだし。でも何するにして、してくるにしろ、トリックからでいいと思うんだけど、で、次瞑想していいと思うんだよね。回復味とかパクれたら美味しいんだけど。よこせ！メガネ、オッケー。いいのもらったわ。あ、まあ。ただレヒレ削ると、こっちの裏は通るんじゃないかな。まあ、ここムーンフォースでいいね。向こうのが上から撃ってくるけど、レヒレはちょっと削っときたい感じあるでしょ。やばい、これトリック裏目だったかもしんないな。 C 下がったね。C 下がったけど、ね、どうしよっかな。先に数的不利取るのちょっとめんどくさいよな。レヒレ残して上から動けるのが、ただ、積んで積んでいないんだったらレヒレ捨てていいんじゃないかな。最初のトリック裏目になっちゃったね、これ。それがちょっともったいないけど。まあ、こっからミミッキュで暴れれるんじゃない？まあ、ミミッキュでダイマックス切ってランドロスで詰めるとになっちゃう。本当はランドロスにダイマックス切ってミミッキュで詰めたいんだけど。まあ、こ剣部かな。さすがに剣舞影打ちで多分このレヒレは持っていけるから。裏で対面的にミミッキュを倒せるんだったら相手は突っ込んでくるだろうけど、引くってことは受けたいってことだね。スタカスタタタタ来た。スタカタタカ。ね、どうしよっかな。まあさすがにこうランドロス引きだな一回で。裏が多分ランドロスいるんだよな相手。またスカーフが出たのちょっと困ったことになって、なんで積んで積んでいないと思ってたんだけど、積んで積んで投げてさ、いいことあったかお前。そこも何飛んできてもしょうがないから一回ランドロスだな。守ろっけ、一番安い、世界一安い。ここランド引きだよな多分。じゃないとさすがにこっちのランドロスゲロだもんね。スカーフ上げちゃってるから困るんだけどな、ここのレヒレ引きが。ただここさすがにランドロスじゃないと相手きついでしょ。チュインチュインするか。おっと、おっと、お一番美味しい形になったな。こっからのランド引きは相手間に合わないから、ここ自信でいいね。で、ジェット一回積んじゃえば、あ、なんかめっちゃ守ってくるけど、なんで？もう一回剣棒すればよかった。なんで二連守るな。ダイマックス読みかな。ここで大ジェット押すかだな。だ、積んで積んでを取れない限りミミッキュが通んないから、ここ普通に自信でいいんじゃないかな。ランドロスいないならそもそも勝ちだし。あー、だるいの持ってんな。言うて剣舞してるからいけるよ。そうだよね、ランドロスの方が強えわ。オッケー。で、まあ多分、スカーフパクったから、
レヒレが出てくると思うんだけど、まあタプフィニだよね。まあ、ダイマすればさすがに耐えるから、コジェットでいいかな。で、レジェーレキだったら多分ミミックで詰めれるでしょ？ガラルファイヤーもミミックで、てかランドがジェットをしてるからだい、ここでジェットでいいや。まあ、そうだったらさっきのツンデツンデの前でジェットをしとけって話だけど、でもランドロスいないのかな。ランド引き見てから地震を押す感じにしたかったんだけど、あ、地震じゃない、大ジェットを押す感じにしたかったんだけど、アメちゃんと使ってるからね。ちょ、ダイマックスアメ世界一足りない。濁流、あ、耐えるよね。オッケー。で、これでこっち S とパワー上がったランドロスが盤面に残って、で、裏にミミッキも残ってるから、まあ頑張ってラスト1体を詰めたいね。ちょ、こういう構築使うのまあそれなりに楽しいから、サブロムでちょびちょび使っていくか。ランドロス、あ、これ威嚇をね、ミミッキでもらわないで済んでるのがでかい。てか、地震を見てランドロス投げればよかったのに。まあ、それでも A1 段階残るけど。ここはジェットでいいね。まあ、あとダイマックスさえ枯らせば勝ちじゃないかな。ミミッキのシャドクロ影打ち圏内に持っていければ OK だから。相手もダイマするよね。レヒレ、なんかめちゃくちゃ迷走してくるイメージあってさ、初手でさ、トリックから入ってるけど、それは今まで僕がずっと受け使ってたから、迷走レヒレが出てきてるだけで、そうじゃない、なんか世界にだから迷走挑発のカプレヒレしかいないと思ってたけどさ、全然いるね。世界は広かった、もうちょっと。違うポケモンもいるもん。オッケー、ばっこり削れた。これでミミッキで詰めて勝ちだね。まあ、アタッカーのランドロスは耐久が、しょぼいから。いやーもう最高だ、後発のエースバーンが。あ、じゃあエースバーンじゃミミッキやったわ。化けの皮残してるから。これで。シャドクロ影打ちで食って終わりだね。あいつちょ、なんで固まってんの。ないから勝つ方法ないから。なんならこのシャドクロでいけないかな。さすがに届かないか。でも威嚇は入ってないし、相手のランド多分ジェットしてるってことは耐久ぶりじゃないから、シャドカゲで持っていけるでしょ。オッケー、俺の急所。まあまあ、影打ちもあったからね。このどっちみち勝ちです。俺の勝ちだ。ちょっと時々、こういう動画もやってきます。じゃあ、お疲れっす。GG。